今すごい仕事もプライベートも辛いねんて、おいおいごめんて。ただお前がどういう風に言われた方が頑張る人なのか俺は分からへんけど、まあ俺も辛いから頑張るやっていう感じかな。まあ辛いよ。まあみんながみんな辛いとは思わへんけどね。まあ辛いよ確かに。でもまあお前だけじゃないから頑張るや。それはいても笑っても一度きりの人生なら、くじけそうになった時はいつでもここに来て声に出して笑ってみせて、ニコニコ動画